中国美術館展示室中国美術館は中華、人民共和国北京市東上区に位置する美術館。中国国内で最大級の規模を有す。大理石の外壁の上に、資金城と同じ黄色の瓦屋根をいただく、折衷的な衣装を持つ。敷地面積3万平方メートル、建築面積1万7051平方メートル、展示室の面積は6000平方メートル。 1958年に着工し、1962年に竣工した。また、2004年5月から2005年1月にかけて改修が行われ、5375平方メートルにわたって拡張された。メインの建物は4階だけで、1階から3階が展示室、建物中央の4階部分は会議室となっている。もともとは13の展示室があったが、 前述の工事により21室に拡張された。建造された年代から10代建築の一つと誤解されることがあるが、10代建築の中には入っていない。中国が油絵、彫刻、民間芸術など約6万点のコレクションを持つ。中国国内で最も権威ある美術館の一つでもあり、主に近現代の美術の展覧会が行われている。 中国人美術家の展覧会のみならず、海外団体の協賛による外国の著名作家の展覧会もしばしば行われる。2008年の北京オリンピック時には、開会式の花火による演出を担当した最国教の古典の会場となった。中国では1949年の建国以来、5年に一度政府主催の全国美術展が開催されている。 数万点の応募の中から部門ごとの受賞作が中国美術館で展示される。ありがとうございます。